高知地方検察庁のトップにあたる検事正に水本和彦氏が新たに就任し、基本に忠実な検察活動をしていくと抱負を語りました。水本和彦新検事正は東京都出身の60歳、早稲田大学を卒業後検事となり、東京地検刑事部副部長や福岡高検刑事部長などを歴任し、7月22日付で高知地検の新検事正に就任しました。今日就任会見に臨んだ水本氏は、基本に忠実な検察活動と犯罪や非行をした人の再犯防止や社会復帰のために拘禁刑や執行猶予に関する新しい制度を視野に入れ取り組んでいくと抱負を述べました。検察が公正中立に職務を行うことは当然ですが、国民、県民の皆さんから検察は信頼できる仕事をしているなと思っていただけるよう、高知地検の職員指導と取り組んでいきたいと思います。